ってきました。カンさんお花ありがとうございます。ケイチさん待っててありがとう。ショウショウさん可愛いありがとうございます。ユンユン待っててありがとう。シュンシュンさんお花ありがとうございます。ユウさん結婚してありがとうございます。カンさんお花ありがとう。スミさん、待っててありがとう。これ言ったね。あれあれどこまで言った。おでんちゃんお花ありがとうございます。ねねまるさんお花ありがとうございます。アジヌクさん待ってたよありがとうございます。のっちょみくりんさんお花ありがとうございます。もう今日あそうめっちゃ足かいてた。目のね二重の調子が悪いこっち。まさみやさん待ってたよありがとう。高松さんお花ありがとうございます。足めちゃかゆいのなんか刺されたのかな。まさみやさん待ってたよありがとう。あれ言った待って全然わからん。そう美味しかった。最近そもそも牛タン屋さんっていうの行ってなくて。ラブ北海道さんとおちさらさんお花ありがとうございます。いちえさん待ってたよありがとう。めっちゃ美味しかった。みんなもゆうさんくまありがとう。見て写真みんな載せたから。ネギシ美味しかったな。普通に美味しかったな。いおりと行きました。グッチーさん黒部さんメルコさん待ってたよありがとう。趣味さんお化けありがとうございます。リリカお花ありがとうございます。大体私があのどっか行くときはいおりと一緒です大体あの途中まではひじりも一緒だったんですけど、ひじりはまたちょっと別の用事がありまして、あの途中で別になったんですけど。黒部さんお花ありがとうね。ちょっとさ今日さ原宿行ったんですよ。原宿で可愛いの買ってきた。これね前から買おうか迷ってたんですけど、明日配信朝かな迷ってたんだけど原宿にあって買っちゃった。まるさんお花ありがとう。あとなんかもう一個ちょっと面白いのあって買っちゃった。マジお金の無駄遣いすぐするんですけど、ちゃんとあの必要なメイク道具も買ったんで、それ買うために行ったようなもんだから。春日アジシヌクさんファイトありがとうございます。ネギシは牛タンかな。トイトンさん、メルコさん、かわいいありがとうございます。ふみさん、かわいいありがとう。かわいいでしょ。三角さん、かわいいありがとう。ゆうやくん、オオカミありがとうございます。わいの最近のメールの返信って見えてる。ちょっと待ってよ。ゆうさん、結婚してありがとう。無理です。ネギシ食べるために明日東京行く。食べてすぐ帰ります。どういうこと。コンサート見な。いちえさんかわいいありがとう。ちょくさんビタミンちかさんかわいいありがとうございます。じゅんちゃんかわいいありがとうございます。でもこの前なんか見たよ返信。でもなんか全然返信ないなと思ったけど、この前ちょこっとだけで、ああ最近返事あんましてないんだろうなと思ってた。あった2日前のは見れるよ。足かゆすぎ。かわいいとファイト間違えた。嘘。あれどこ。シューミーさんお花ありがとう。あれある、投げてる。こっち表示されてないんだけど。福岡ドームな、何があってんの福岡ドームの。シャドバンされてる疑惑。2日前のは見れてるんだけどね。そこは見れてないかも。メルコさん似合うありがとう。ゆうこさんお花ありがとうございます。かわいいんだけど、嘘ファイト来てたっけ。あれ私今読んだ。あ本当だ、あったあったあった。あ神崎真香さん待ってたよありがとうございます。サジスナックさんファイトありがとうございます。この辺読んでなんか飛んじゃったかも。ベビーさんかわいいありがとう。すごいテッカテカこれ。でもこれ怒ってるマークとかあって、それにしようか迷ったんだけどちょっとやめた。てかさ今日さイートミーっていうねブランドがあるんだけど、そこの店舗に行ったの。めっちゃ可愛くて
ジで可愛くて超欲しい。ティーチアイさん待ってたよ、ありがとう。待って足超かゆい、なんでこう、あーなんでもない、なんかひび割れてる、乾燥感。イートミー全然買い物してない。あの雲のカフェはあのなんだっけ、ラルフローレンの表参道にあるラルフローレンに併設されてるカフェ、ラルフズカフェ、ラルフズコーヒーみたいな名前。ガオちゃんお花ありがとう。そうイートミー欲しいのが何個かあった。とじろうさん600回目の方もありがとうございます。肩出してるリボンのやつとかめっちゃ可愛くて、って思って。1個でもね欲しいワンピースがあってめっちゃ迷ったの。ネットで色がさ売り切れてて超迷ったんだけど、値段がねちょっとあれでやめました。でもめっちゃ欲しいのあったの、超可愛いな。だから地味に越してるもんねこれ、悲しい。めっちゃ欲しいのあるのに。プレゼントできるやつできるのもあった。でも多分そのワンピースは無理、肩出てる肩のなんかリボンのやつはいける気がする。あと肩出てるなんかフリフリっぽいやつ、あれなんかさっきまでイートミーってゾゾで調べたらめっちゃ出てきてるのにあった。売り切れなどにより表示されていません。そんなことある、ガチ。30% オフなってん、あ 10% オフか。うわだから売り切れなんだ。うわやっぱ店舗じゃないとないのかな、最悪。ネットで最悪買おうと思ってたのに。今日大分行ってきた、あ本当？そう今日はね東京着いてあのなんかねあのアンドビーっていうねお化粧品のとこがあるんだけど、そのお化粧品のやつがねなんか気づいたらなんかなくなってて、なんていうのそのこれアンドビー、アンドビーってこれなんだけど結構メンバー使ってる人多くて、あのさシェーディング顔削ったりするときにさ使う茶色いやつを使ってんの、それがさ、いやなんかね最近折れてんなと思ってたの、こういうなんかリップみたいにこうくるくるするタイプでこうここがなんか折れてんなと思ったんだけど、普通こう出てんのちょっとぐらいで、それをねこう今日パカッと開けたらねちょっと出てるはずのこの部分がなくて、え待ってない、なんでえなくねみたいになったのパッて蓋見たら蓋の中にひっついててあ折れてるみたいな、だから多分この辺まで開けると折れてんだよねこれ、だからちょっと買っとこうと思って買ったのと、あとなんか涙袋描くやつもねなんか変だったから新しいの買いました。なんかそしたら意外とこれ高くて、初めて買ったんだけどこれ意外と高くて、えってお会計がなんか2つ合わせてなんかさ3500円とか4000円ぐらいかなと思ったさ5000円ぐらいいっちゃってさ、え待って待って待ってみたいな聞いてねえとか思って高っと、今まで使ってなかったこれ初めて買ってみたんだけど、 LTLTCティルティルじゃないか、とりあえずあのなんか良さげなやつ買ったんですけどたまにあるよねそういうこと、あれみたいな、なんかちょっと高くねみたいな、それその現象が私に起きてたさっき。
明日の昼の作曲というと、お、Thank you。たまにカイナついてる、カイナつけてんの。カイでそう。あ、これ冷蔵庫の横だからめっちゃ寒い。なんか寒い。ヤスプッチンさん、かわいい、ありがとうございます。寒い。ウルコヤン前の方なんですけど、端っこでなんか見よう。あ、本当、頑張って見るよ。探すね。あ、水色と白さえつけといてくれれば頑張って探すから。冷蔵庫開け、開けてるわけないやろ。冷蔵庫当ててはないわ。でもなんか冷蔵庫の横だからなんかちょっとこう冷気がなんか寒い、ちょっと寒い。コンサートの前の夜は寝れる？え、寝れる、全然寝る。今日舞台に行く洋服をちょい買ったよ。うん、いいじゃん。おしゃれさん目指せ、おしゃれさん。ずーちゃん小判ありがとうございます。メール何時間ぐらいかかった？なんかめちゃくちゃいろんなことやりながらやったから、まあ、4時間はかかってないか、それを3時間かからないぐらいかな。でもなんかいい感じじゃない？ほら、かわいい。冷蔵庫配信違います。冷蔵庫が横にあって寒いだけです。かわいいよね。結構シンプルめ、私の中では今までの感じからしたら。ナムナムサーモンかわいい、ありがとうございます。明日ネギシ一カットしてから行こうか。いいじゃん。待って、めっちゃ足かゆいんだけど、なんか本当にびっくりするぐらい、なんかすごい、なんかプツプツにはなってないけど、なんかなってんのかな、ちょっと痒い。ネギシで何食べた？え、牛タン。グッチさん、かわいい、ありがとうございます。牛タン以外の選択肢なんか一応ある。ちょっとなんか味噌豚みたいな。衣装に引っかかる危険性、いや、これは大丈夫。前回のが大丈夫ってことは今回の絶対に大丈夫。キルティングネイル意外となんかちゃんとできた。調べたら分かります、どんなのか。白タン食べなかったの？いや、3色セットみたいなの食べた。白タン、赤タン、なんか薄切りタンみたいなやつ、3種セットを食べたんで。何気に一人部屋、何気にってどういうこと？普通に一人部屋、最近一人部屋が多い。出てるのって肩リボンついてる。ああ、そう、それ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 。てんてこちゃん待ってたよ、ありがとう。土曜日の遊園地で最初に乗ったの、子供の頃に好きだったコーヒーカップ。ネギシって牛タン、ネギシって牛タンが有名なんじゃないの？タカさん、お花ありがとう。もうネギシはなるちゃんが美味しい、好きって言ってたから行ってきた、そんな感じ。別にそれ以外の理由はない。なるちゃんのため、なるちゃんのためとか、なるちゃん、アイボリーとブラック、ピンクあるけど、どれが似合うかな。似合いそうなのがいい。でもピンクかアイボリーがいい。この服前握手で着たことある。イコラブのミリアさんのブランドの洋服かな、ファンの人がくれたやつ。
テックス大阪のライブに来てください。どういうこと？なおっちょみくりんさん、あたりさん、お花ありがとうございます。なるちゃんに返信したら気づいて、いや、あんなのはもう気づいてもらえなくていいんです。あの、私の好きが伝わればいいんです。ジコさん、お花ありがとう。ロゼミューズ、そうそうそう、みくりん大好きさん、結婚してありがとう。無理です。だって気づいてもらえなくても、気づいてもらえなくて、返信もらえなくてもいい。だってなんか逆に私の場合、その返信くれると逆に、なんだろう、あ、ちょっと気使わせちゃったかなってなっちゃうの。なんて言うんだろう、そのユギン、お花ありがとうございます。なんか一応さ、その同じお仕事というかさ、同じ業界にいるわけだからさ、なんか返事しとかないと、こうなんかちょっとなんか嫌な、なんていうの、なんていうの、その嫌な印象になっちゃうかなとか思われて返事をされたくないから、だから全然それならもう逆に返事をしてくれなくていいじゃない。だってだってなんかさ、返事しなかったら確かになんかこうさ、別に嫌な印象まだいかないけどさ、返事してあげなよってなるじゃん、ファンの人って。なんで返事しないんだろうってなるじゃん。だから、ああ、そうなるなら返事しないといけないかなって思っちゃうんじゃないかなって私は思っちゃうの。だからもうそんな思いで返信させるのはちょっと申し訳ないから、全然なんかもういい、もう返事なんていらない、ちゃんと好きですよって伝わればもう私はラブ。としさん、お花ありがとうございます。負担になりたくない。まあじゃあ返事すんなって話じゃね、話ですけど、でもやっぱ送んないとやっぱこう私の好きは伝わんないと思う。水吉かわいい、ありがとうございます。いつか直接会った時、〇〇の時見たよとか、もうそれが一番いい。もう別にだからそんなのもなくていい、もうなんか会えればいいかな。私も今日ネギシーで食べながらずっとキョロキョロしてたもん。よりにずっと、ヤハさん来ないかな、ヤハさん来たりしないかな、来なかったですけど、ずっとキョロキョロして、ちょっと会えるとかないかなみたいな、全然おごりたいんだけど会えないかなっつってずっと言ってました。会えなかったですガーン。会いたいな、なるちゃん。左目の二重がちょっとマジで今日不調だな。朝からラーメン食べるんですか。まあまあいけなくはない、頑張れば。テンションとかにもよるかも、テンションによるって。まあちょっとやばいけど、長吉さん、お花ありがとうございます。おごるではなく貢ぐなのでは。いや、プレゼント。明日は、めちゃくちゃ早いっていうわけでもない、すんげえ、あいやとかいうわけじゃなかったけど、まあまあまあ、でも朝は配信しようかなとか、夜はどうせね、できないと思うから、できないというかする時間があんまなさそうだから、朝するかな。ルース様、褒美ありがとう。誠一さん、帽子ありがとうございます。チェリービーンズ、口の中を入れた時、何かを聞かせて、唇盗まれた12秒くらいはそのまま動けなく
これ可愛いやろ、頭のやつ。東京来て必ず聞くことある？ないそんなものない。 YouTube 素晴らしいサブ、本当大丈夫だった？あれ結構心配だったんだよね、大丈夫かなって。でも今日私がやってみたいって言った企画を、その YouTube とかよく一緒にこうよく企画とかやってくださってるスタッフさんが、これこの前言ってたからこういう企画を立てたんだけどどうかなみたいな言ってくれて、えめっちゃいいですだったらお願いしたいですって言って、私単独の企画ではないんですけど、でももしかしたらそういうのができるかもしれないなと思って楽しみお料理系はね実はもう一本撮ったんですよね。またお料理系とはまた別です。でもお料理系もしたいってずっと言ってるので、今後も多分させてくれるはず。したらよりちゃんの仮装の写真って言ってたんや。いや多分よりの撮ってあげるって言っても私の携帯じゃなくていよりのやつだと思う。おでんちゃんいいね、ありがとうございます。マッチョミクリンさんお花ありがとうございます。前歯乾かすコツを今日ハンちゃんに教えてもらいました。こうやってこうやってラッラ乾きますよ。ホテルってさ乾燥してるからすぐ乾くんだよね、これこうめっちゃすぐひっついちゃう。リボン棚ゆるちゃんと羽をお揃いで買ったけどリボンは私が買った。ブスだね。加湿器、いや加湿器はね空気清浄機なんだけど、空気清浄機って加湿器になるの？いやなんかよくさなんていうのボコボコするやつ沸騰させてさ、なんかそれを加湿器代わりにできるっていうじゃん。あれどうやってすんの？水入れられるタイプ、あ多分それだと思うんだよね。僕も今日は泊まり岩手県なので盛岡冷麺食べました。あいいね、かおちゃんお花ありがとう。この皮がめっちゃめくれる、バカバカするやつ。あそうそうそう、お湯沸かすやつ、それそれそれ。なんかそれでさこうホテルの中とかさ加湿できるみたいな聞いたけどさ、どうなんだろう。なっちゃんよくて、あこれ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 、この肩出てるこれこれかわいい。電気ポットで上、あそれそれ。でもさ前それやったらさ一回それやったの、なんか合ってるかわかんないけどやってみたの。そしたらさそしたらさ部屋もくもくなりすぎてさ鏡さ全部さ、ま、あのなんか白くなっちゃってさあれみたいな、なんかすげえみたいな鏡マジ全部真っ白になっちゃったの。えーってそんなことあるってびっくりするぐらい真っ白だから気をつけてみんなも。
対来たらダメ。多分ね、あのずっと加湿器代わりっていうか、なんていうの、その開けてるだけじゃなくてボコボコしながらお湯がなくならないように一生水を足しながらボコボコしてたの。そしたらマジすごいぐらいすごいことになっちゃった。火災報知器にならなかったのマジ神ぐらい。本当にあの絶対もうしない。火災報知器になったら怖いから。お風呂にお湯少し張ってドア少し開けて、ああそれありかも本当に加湿しすぎだったあれはマジですごかったあれは失敗だと思う私も。あ寒い、濡らしてタオル部屋に置いておく、まあそれはありだな。でもとかそれが一般的だよね。でも私タオルはさ寝るときにさ枕の上に敷きたい派なのよ。バスタオルか。まあでも確かに使った後だったらね、もう使わないしね。マックさん、ラブレターありがとうございます。フロンテル追加のタオル、そうフロンテル追加のタオルを借りたい。今回はね前回に学びましてちゃんとトートバッグを持ってきました。小さいフェイスタオルない、あのねない、ハンカチサイズはない。でも最近なんか朝も入りたいのでタオルセットもう一個くださいって言ったらくれる、優しい。視聴さんかわいい、ありがとうございます。私何分から配信始めた、ネイルしながらずっとねゆまちゃんとおしゃべりしてたインスタで。ヨッシーさん帽子ありがとう。46分から OK ありがとう。ダブルの部屋、ここダブルの部屋じゃないよ、多分シングルかセミダブルだよ。シングルじゃないかな、ワンちゃん。寒い、フロントで借りましょう。じゃあ配信終わったら借りに行こうかな。足とかに塗るクリーム持ってくればよかった。なんかかゆいし、かきすぎて痛いし、PN 寒い寒い。裾が巻きました。そうなの、全然見てなかったけど。確かに暖房入れればいい話だね。ちょっと待ってて、その手があったか。ピッなんで冷暖房になってんだよ、バカじゃん。それはバカやん、なんで冷暖房やねん、それ寒いわ。なんで、コンビニ行ってなんかクリームとか買おうかな。ダッチャーさん、お花ありがとうございます。福岡どっちが寒い、いやあの冷暖房だったんでこっちの方が寒いです。冷暖房あったかいのと冷たいのと、確かにでもなんか24度とかだった。
暖房よりさらに乾燥する大丈夫、加湿する、お風呂入るし。タモちゃんお元気、ありがとうございます。自動モード、あ、まあそういうことかな。アトリックスの薬用グループ、なんだそれ、初めて聞いた。舞台が嬉しいって、はい、確かに眠い、普通、静止が違います。寒いなと思って、早く暖房効かないかなと思ってる。眠そうと思った、眠いわけじゃないんだよね。でも寝ようと思えば寝れそう。そういうね、ここだけ突然なんか二次元みたいだよね。今日ね、左目の二重が微妙だったんだ。ほら今も微妙、ほら半分なってない。今ペラペラに見えるペラペラみたいなもんだからね。個別空調の部屋、わかんない。でもなんか24、5度以下にはすんなって書かれてる。あ、4度かな。なんか25度にした。暖房で。あ、ブーンって言い始めた。ワンチャンあれなんじゃない？ニベアのアウカン。あー、あれなんか、あれさ、毎日塗りたくったらさ、肌白くなるみたいな説出たよね。嘘っぽいけど。アクリルプリント、多分そうだと思うよ。全然暖かくなってない、窓まぎみたい。本当、堀川さん200回目のありがとうございます。いや、この羽のやつはね、もともと知ってたのよ。で、買おうかずっと迷ってたけど、なんかネットで頼むほどでもないなって思ってたら、たまたまあったから、原宿に、あ、じゃあ買おうかなみたいなノリ。5時から5時ではない。ゆりちゃん両耳つけてた。いや、どっちもあんのよ、2個セットでも。なんか一応片方にしかつけてないって感じ。おくろみももんがみたいな食いになっちゃうみたい。え、どういうこと難しくね。写真デジタルスタンドバナー上げておきます。ありがとうございます。なんかインスタでさ、今日コメントが来てたんだけど、なんかすごく興味があったので、なんか仲良くなりたいと思っています。フォロー、なんかもしよければフォローしてくださいみたいな。
そしたらこちらもフォローさせていただきますみたいな。なんでお前が先にフォローせんねんって思ってなんかよくわかんない。でも私よりフォロワーがちょっと多い人だったんですけど、全然なんか知らない人で、何をしてるかもあんまよくわかんない人だったんですけどなんかフォローしてください、よければフォローしてください、そしたらなんかこちらもフォローしますみたいな。別に全然興味がねえとか思って私的には超興味がねえなとか思って、今回ゆいちゃんのライフ番号聞きました聞きました、もしなかったらもうドドドドドドンってします。でもなんかねあれだったんだよね、普通にそのファンの人とか全然全く関係ない一般人、まあ一般人は一般人なんですけど、なんかしてた人なんですよね。あえてキリキリマイさんお花ありがとう。一緒に行った方が早いんじゃない、シングルにセミダブルか、これシングルか分かんないけど、多分セミ、いやシングルっぽいな、うちと同じベッドっぽいもんなサイズは。シングルに2人しんどくね、ヨギボー一緒、中地さんお花ありがとう。シングルに2人はきつくね、シングルでも男2人寝る、いや狭いじゃん、コンサート前なのにそんななんかぎゅうぎゅうで寝たくないよ。意外と私人と寝れないんだよね多分だけど、昔は寝れたんだけど、なんか最近なんかあんまり人と一緒に寝れない、なんだろう、寝相が気になるとかじゃないんだけど、なんかあんまりなんか嫌だ嫌だ、インタビューで今も相互フォローじゃなくてもできるんだっけ、どうなんだっけ、あでもなんか届いてたよさっき。くにゃちゃんが一番好きなジブリ映画は迷うな、ハウルの動く城も好きだし、千と千尋も好きだし、でもハウルかっこいい、あとアリエッティのショウくんもかっこいい、広さよりも硬さが気になる、あーベッド、そうかな、まあまあぐらい、よりちゃんでもダメ、ダメかも、あんまり人と寝たくない、なんか気使うくない、ごまさんお花ありがとう、なんかね気使うじゃん、魔女宅か、あれも見てないの最近、イケメンメイン、いいじゃん、ジブリぐらいイケメン見せてよ、そんな別に普段なんかイケメンどうでもいいんだからさ、ジブリぐらいイケメン好きであっても良いやろ、平成たぬき合戦ポンポコ知ってるよ、そういやさの歌のやつでしょ、知ってるよ、えで私ね思うんだよね、なんかなんだろう、イケメンが好きな人っているじゃないですか、別になんだろう、本当にイケメンが好きな人はイケメンしか付き合えないとかいう人もいると思うけど、別にイケメンが好きだからといって別にイケメンと付き合いたいっていうのは絶対にイコールではないと思うんだよね、だからみんなそんななんかイケメンが好きって言ってる人がいても落ち込まなくていいと思う、よく言うじゃん、理想と現実は違うって言うじゃん、
そうだよ、だから気にしなくていいんだよ、そんな。なんかそれ結局中身よ。アンミカさんだって戦うべきは器やんって言ってましたよ、 TikTok 流れてきたやつ。そうだよ、アンミカさんが器やんって言ってんだから大丈夫だよ。アンミカさんが言ってんだよ。だってさ、だってね、あ、めちゃくちゃイケメンでもさ、なんか路上で お手洗いとかする人だったら嫌じゃん普通にいきなりね、自分たちが目の保養っていろんな可愛い子見る。そう、そういうことよ。みんなイケメンがモテるのはイケメンから来る心の余裕がある。あ、それはワンチャンありえる。そうです、そういうことだよ。結局イケメンだからいいとかじゃねえじゃねえ。ちなみに今トントンって聞こえたけど、うちの部屋じゃないよね。だとしたら多分 LINE が来てるはずなのに、さすがにうちじゃないよね。怖すぎ、もしそうだとしたら。ハクかっこいいけど、ハルがいい。俺らイケメンですか？イケメンじゃないですイケメンではないです、おじたんです。イケメンはマジでハウルだよ。ハウル、ハウルとアリエッティの翔くん、ここがかっこいいんだから。勝てないよそこには、諦めてくれ。ケイチさん、お花ありがとうございます。逆に思ってたのか、俺はイケメンだって。ありがとう、諦める。もうその手の質問一番何とも言えないからやめてくれ。ダジさん、花束ありがとうございます。だってそれでさ、なんかイケメンじゃないですってイケメンじゃないですって言ったら落ち込むんでしょ、どうせ。マックさん、帽子ありがとうございます。ワンちゃん、ワンちゃん狙うな、おじさんだよ。 HKT チャイトおじさん、お花ありがとうございます。ゆりちゃんは明日7時から。もういいって、そのなんかさ、他の人の情報いらないって。別にそのなんか私にその他の人の誰々が配信始めましたとかいう情報って何になんの。あの普通に他の女の話をしないでください、この配信で。やめてください。いやそれめちゃくちゃ嫌いなのよ。じゃあそこだけ切り抜かれて拡散されるパターン。じゃあ逆に聞くけど、自分でみんな自分のことイケメンだと思ってるのか。私ですら自分の顔可愛くないって言ってんだよ。アイドルという職業についてる私ですら、私ですら自分の顔は可愛くない、ブスだって言ってんだよ。常に漏れてない、今日は無理って。あー、ブスターさん待ってたよ、ありがとう。いや、いいことだよ。イケメンだと思うことはいいことだよ。いいことだと思うけど、それを私に聞かないでくれ。答えづらい。エリカさん、かわいい、ありがとうございます。HKD チャイトおじさん、おでんちゃん、かわいい、ありがとうございます。46分から始め、46分じゃ終わろうかな。シュンさん、かわいい、ありがとう。マックさん、お花ありがとうございます。今日ちょっとケープしちゃったか、お風呂入るのが大変だな、落としづらい。まさみやさん、かわいい、ありがとうございます。もう酒飲んじゃおう。買ってない買ってない、
次の日コンサートなのにお酒なんて飲みたくないよ。ただでさえ弱いんだから。前髪切りたい。でもなおちょみくりんさん、お花ありがとうございます。ゆうやくん帽子ありがとうございます。今日はでも明日の朝もう一回お風呂に浸かりたいので、シャワーで適当にお風呂入ってから、お風呂適当に入ってから明日の朝ちゃんとお風呂に浸かります。ケーキ漬けにいっぱい。無理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 。夜会じゃー、野鳥の会。パシパシ。大浴場とか。そうなんだよね、確かに大浴場最近温泉行ってないもんな。目覚めの風呂ってか、むくみ釣りのお風呂かな、どっちかというと。シャンプーいつもの持ってってる私。あのなんか旅行、なんか一日用のお試しみたいなのあるじゃん、あれ絶対買ってってる。髪の毛キシキシなるんだよね、ホテルのやつ。それがやだ。コンサートなのにキシキシなりたくなくて。畑健さん100回目のもありがとうございます。あれ結構いいよね、あれ大事マジで。携帯めっちゃあっちっち充電してるからかな。しおちゃんラブレターありがとうございます。メジロンかわいい。メジロンかわいいでしょ。タラスは1回分のやつって。そうそうそう。でもね、最近タラスね、私がねよく行くスーパーのとこの近くにある薬局に売ってないんだよね、シャンプー自体が。だからもうちょっと離れたとこ行かなきゃいけなくて悲しい。テザリング、あそれか、テザリングのせいか。にゃんこ先生花束ありがとうございます。 TJ さん待っててありがとうございます。まさみやさんお花ありがとう。シャンプーとかってクーポンの工夫、なんかその旅行用とかみたいなやつなら何ともないよ。そんな全然引っかかったことないし。コンサート前日寝るってどんな感じですか。まあちょっと確認して寝るぐらいあと私はお風呂に浸かるかな。次の日の朝かその日の前日の夜のお風呂では絶対お風呂に浸かります、長時間。ゆうさんお花ありがとう。あれ呼んだ。パンテーンしか買ったの。洗浄力強い。まあでも頭皮強いならいけるんじゃね。メイタルさんお花ありがとうございます。ガス使うスプレー缶だから、なんかケープとかは多分大きくなければいける。私もケープ大丈夫だったもん。BB さんかわいい、ありがとうございます。タピオカ飲んでない。なんでタピオカ、昨日の夜売ってたから。
ホーリーミントさん100回目の方もありがとうございます。もんじゃのお店、今ちゃんのストーリー編した、お、たての助かる、噛んだ。クリスピードーナツ食べたいな。差し入れで今回もないかな、前回あったんだよ。だから今日アイムドーナツがあってさ、表参道店なんか全然人いなかったから買おうか迷ったけどお腹いっぱいでやめた。カフェ行った直後だったし。効果ほど混んでない、うーん全然混んでなかった。それで言うとまあでも時間は時間だったけど、確かに6時近くだったからそれで多分全然並んでなかった。しかもでも何が種類が残ってるかも全然分かんなかったの、そもそもねなんかとりあえず人が全然いなかったっていうのだけ分かった。まあ平日の夜だからっていうのあるだろうね、売り切れとかだったのかな。結構てっちゃんさんお花ありがとうございます。HKT ちゅうえとじさんお花ありがとうございます。神様かわいい、ありがとうございます。明日は座席ありか、そっかそっか、そうだったね。ゆうやくんかわいい、ありがとうございます。なんか全然部屋温まんないな、変わんないかも。温度設定上げてやらん。そうね、後で上げるわ。ご飯も帰るとございます。顔つけ、あのね、いやじゃあのねあのこれギリギリでも離れてる方なのよ。もう壁とここの間が狭すぎて
これ以上どうしようもねえこれ以上無理。43分、そろそろランキングもうかな。13位、まさみやさんありがとうございます。12位おでんちゃんありがとうございます。11位ちえさんありがとうございます。11位ティアさんありがとうございます。9位神崎まさかずさんありがとうございます。8位リリカありがとうございます。7位ゆうやくんありがとうございます。6位しゅんみんさんありがとうございます。5位しゅんさんありがとうございます。4位にゃんこ先生ありがとうございます。3位たもちゃんありがとうございます。2位せんたこちゃんありがとうございます。ちゆうさんありがとうございます。ねかゆHKT チュエツジさんありがとう、ありがとうございます。グッチさんお疲れありがとうございます。ラブ北海道さん、ケロック兄さん、スミさんありがとう、ありがとうございます。ゆうやくんとうとうありがとうございます。チョクさんありがとう、ありがとうございます。てちゃさんお花ありがとうございます。みずきちかわいいありがとうございます。しゅみさんお疲れありがとう。にゃんこ先生ありがとう、ありがとうございます。みずきちゃんありがとう、ありがとうございます。てっちゃんさん、神崎まさかずさんお疲れありがとうございます。まあ、下野さんも私が頑張って起きなきゃいけないからね、まずじゃあバイバイ、おやすみなさい、またね。